はい、どうもトラワレのパルマ実況やっていきたいと思います。サイドストーリー、前回エンディング迎えたわけなんですけど、エンディングはね3種類あるらしいんですよ。まあでもそれは回収しなくていいかなって正直思ってるので、まあめんどくさいっていうのも若干あるんやけど、なんていうのかな、まあエンディング全部回収ってさちょっと違う気がするやん。やっぱおのおので見てくださいってやつやりたいやん。ってことでサイドストーリーの満月の約束を今回はやっていきたいと思います。やりましょう。サイドストーリーのデータについて、サイドストーリーのデータは独立しています。本編のデータを元に作成されますが、本編での行動すべてが引き継がれるわけではありません、またサイドストーリーのデータを作成した後は本編との情報は同期されません。サイドストーリークリア後のデータはエンドレスモードへ引き継がれますが、その際もサイドストーリーの行動すべてが引き継がれる。本編クリア時のデータでいいかな。は、本編クリア時のセーブデータをもとに、本編クリア時のセーブデータとはエピソード本編を2周以上クリアしている方は最後に、はいはいはい、いいよいいよ。めっちゃなんかガード固めてくるな今日はね過ごしちゃった。この島での話ってことでいいのかな。でもいつもよりぐっすり眠れたみたい。そういえば空気も澄んでて、千秋を助けたあの夜はまだ暑さが残っていたけど、本編クリア後の話？あ、違うわ。千秋を助けたあの夜ってことはあれか、倒れてた時の話か。まだ暑さが残っていたけど、いつの間にか秋も深まっていたんだな。これどの時系列なんやろ。エピソード8ぐらいって思えばいいのかな。エピソード8のどこかの幕間みたいな感じなのかな。おー、やった。スタンプ普通に嬉しい。スタンプ大泣き。早速送ろう。何もない。何もない。寂しい。寂しいな。スタンプあるやないか。よし。じゃあ、早速イベントが起こってるので、この普通のイベントは何？この、どの時間軸で起こってんのかがわかんないからな。いや、行くだけ行くけど、どうしたの。サさん、雑誌を見ながらため息をついてる。サさん、こんにちは。どうしたんですか。おや、こんにちは。こんにちは。いいえ、海外旅行の雑誌を読んでいただけですよ。海外旅行に行きたいんですか。ええ、それはもう、我々は仕事からなかなか島外に出られませんからね。次に旅行できるときはいつか、そのときはどこに行こうかとつい思いを馳せてしまうんです。その願いもね、行きたいですね。あと1年もしたらね、海外旅行どころじゃなくなるんですよこの離島でよかったって思うことが起こるよ。行くならどこがいいですか。一人旅ですか。大変な仕事ですね。行くならどこがいいですか。武漢。そうですね、メジャーな観光地はそれなりに回っているので、一人で気ままにヨーロッパに赴いて古城だとかワインの産地を巡ってみるのもいいですね。酒飲まんくなったからな俺。まあ長い間家を空けるわけにはいきませんので、あんまりのんびりはできないでしょうが、ふう、この雑誌目に毒なので差し上げます。あ、これ千秋に差し入れれるのかな。いいんですか。いいも何もこれ以上手元にあったら私が困るので、ほらどうぞ。ありがとうございます。これは多分本編とシンクロしてる感じなんだろうね。でこれクリアしたらクリアしたで、今のようなめっちゃイベント起こるんや、あいつのとこで。なんだなんだ。千秋、また俺からもメッセージを送るから少しの間我慢してて。どういう状況これ。スタンプ送れないやん、話題なかったら。まあいいや、とりあえず公園に行こう。はーい。オムナ、今日は気持ちのいい天気ね。こんにちは、しんのすけ。鼻歌でも歌いたくなるぐらいだね。日差しは暖かいけど風は少し冷たくて過ごしやすいね。空気も澄み渡ってて、爽やかで心地いいよねクソどれでもいい。薄い雲に、高い空、いかにも秋晴れって感じ。お弁当でも広げて食べたいところね。それに秋って言えばお月様よね。私が学生だった頃は満月のジンクスが流行っていたのよ。満月のジンクス？そうよ。互いに思い合ってる二人が一緒に満月を見ると幸せになれるっていうジンクス。ほら秋の月って特に綺麗でしょ。だから満月までに告白して一緒に見ようっていうカップルが多かったんだから。まあ私は告白のところでうまくいかなかったんだけどね。だから2人で満月を見るなんて憧れちゃうわ。2人で満月か。
おお、あー、なんかそんな感じのタイトルだったよね、このサイドストーリー。なんか新キャラ出てきそうな雰囲気あったけどな。満月のジンクス、満月のジンクスって聞いたことある？もうすぐ使っちゃう新しいスタンプめちゃくちゃいいスタンプだな。あれ本編中に欲しかったな。監視してみよう。この、あ、一応本編の、あ、なんか本読んでたな。本編で手に入れたアイテムたちは引き継いでる感じか。じゃあ、旅行雑誌を差し入れてみて。で、あ、重要な話題あるやん。満月？聞いたことないな。すごくロマンチックなジンクスだよ。月の不思議な力にあやかったんじゃないかな。すごくロマンチックなジンクスだよ。キラ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 。で、監視。あ、後で読もう。旅行雑誌って自分じゃ相当なことがない限り読まないんだけど、たまに目を通すと面白かったりするよね。監視詰め所でしかイベントがないな。早くメッセージ返して。ああ、いいね。へえ、ロマンチックなジンクスか。ロマンチックなジンクスか。気になるな。面会で詳しく聞かせてもらうよ。そんなことのために。面会？ああ、写真が豊富でコラム記事も読み応えがありそうだ。世界中の写真を集めるって大変そうだよね。まあ確かに。でも好きでやってんじゃないの？そういうカメラマンさんって。大変そうだよね。ジタバタ、ジタバタ。かわいいな、あの大泣きスタンプ。じゃあ面会申請しよう。サクサクっと行こう。今日は千秋との面会の日だ。こんにちは。こんにちは。こんにちは、千秋。あのさ、メッセージで言ってたジンクスなんだけど、あれっていいことが起きる話なのか？どういう意味？アメリカだとジンクスには不吉っていうしかないから、日本では違うんだよな。そうだね。不吉って意味しかない。へえ。私がよく聞くのはいい意味のジンクスが多いかな。ジンクスというか、なんていうか、まあ験担ぎみたいな感じだよね。日本でいうジンクスって。正しい使い方はよく知らないけど、私が聞いたのはいい意味だったよ。やっぱりなんとなくそうだろう。ああ、でも確かにジンクスって単語だけじゃ意味が違うみたいだから気になって。ちょっとネガティブなイメージがあんのかな。で、君が聞いたジンクスは一体何が起こるんだ？てか、あれか、帰国少女アピールした。今若干、そういえば満月のジンクス？ああ、そう。確かあの人から教えてもらったんだよな。うん、しんのすけが言うには互いに思い合う二人が一緒に満月を見ると幸せになれるんだって。へえ、思い合う二人が一緒に。満月に祝福してもらってるみたいだね。カップルで満月を見るなんて素敵だね。特に秋は告白してカップルになる人が多かったって。カップルで満月を見るなんて素敵だね。そうだな、二人きりで夜を過ごせるなら満月かどうかは関係ないのかも。まあそれは君らの立場上そう思うだけでしょ。見ようか、一緒に。え、一緒に見るのは難しいんじゃない？満月の写真を用意してこの部屋で一緒に見るとかあまりにも切ない。それは一緒に見るのは難しいんじゃない？確かに簡単に見られるわけじゃないと思うけど、方法がないわけじゃない。時間を合わせてお互い窓から見ようねってこと？それだと一緒に見るって言わないんじゃないか。でも千秋は外に出られないし。だから少しだけ脱走してみるとか。ほう。ん？そんなに驚かなくてもいいだろ。施設を出るわけじゃない。ちょっと満月を見られそうな場所で落ち合うだけだから。でも見たくない？俺と一緒に満月見たいですそんなに熱のこもった目で見つめてくるってことは相当熱こもってたやろな。見たいってことでいいんだよな。へえ。俺は君と見たい。そんなジンクス迷信だって分かっていても、少し不安だけど私も見てみたいな。私も千秋と同じ気持ちだよ。私も千秋と同じ気持ちだよ。じゃあ決まりだな。君の気持ちが変わらないうちに作戦を立てようか。 C4 爆弾で壁ぶち抜こう。作戦？ああ、とは言っても
手持ちの情報だけじゃ心もとないな。なんか雑貨屋とか行ったらあるんじゃないの？ C4 とか。館内の見取り図でもあればいいんだけど。見取り図？簡単なものでいいんだ。俺は限定された場所しか把握していないから。財宝の場所が書いてあるやつだね。そういえば私も自分が普段行く場所しか知らないな。そんな重要なもの。財宝の場所が書いてあるやつだね。ん？そうだな。最終的に宝にたどり着くためのものだから、そうとも言えるかな。滑ったみたいになるやろ。施設の構造を把握できるかが勝負だから、頼りにしてるよ、相棒。いや。もし見取り図が見つけられなかったとしても、それで計画を中止にはしないから。でも、きっと君にならできると俺は思ってる。え？須田監視の弱みを握った。あの時みたいに。ハムスターですか？面会終了のお時間です。何やら内緒話でもしていたんですか？いつもは廊下にまで賑やかな声が響いているのに、随分静かでしたね。脱走計画です。内緒話なんて、まさかそんな、いろいろなジンクスについて静かに語り合っていただけですよ。もう少し話したいんだけど。ああ、延長できんの？いいか。はい。すいません、もう少し彼と話をしてもいいですか？仕方ありませんね。脱走計画を練りますので。須田監視には後ほど連絡しておきます。ありがとうございます。また時間になりましたらお呼びします。ありがとう、伸ばしてくれて。いや、いいってことよ。私ももう少し話したかったから。お、何か聞きたいことでもあった？千秋はジンクスって言葉には不吉って意味しかないって言ってたけど、どんなジンクスがあるの？いや、ジンクス自体についてそんなに詳しいわけじゃないから。ああ、でも黒猫が横切ると不幸になるっていうのはよく聞くよな。黒猫が横切って不幸になったことないから多分大丈夫だよ、その情報。黒猫は可愛いだけだよ。それは私も聞いたことがあるよ。有名なジンクスなんだね。黒猫って可愛くない？黒猫って可愛いと思うんやけどな。あんまり不吉とか思ったことないよな。有名なジンクスなんだね。国や地域によっては不幸じゃなくて、幸運のシンボルになってる場合もあるみたいだけど、幸運の猫が素通りしていくから不幸になるって解釈もあるらしい。ああ、あとはおまじないみたいなこともジンクスっていうのかな。おまじない？何か知ってるの？だからまあ験担ぎというか。俺がやったわけじゃないけど見たことはある。ルーティーンとかになんか近いよね、どっちかっていうと。図書館でラテン語の辞書を見ているとき、アモールって箇所に印がつけてあった。アモーレって確か。ああ、意味知ってた？英語で言うラブの意味だよ。好きとかそういうことだよね。そこにピンク色のペンでハートマークと人の名前が書かれていた。うん。しかも開けやすいようにそのページの端はしっかり折られていたんだ。本に直接書き込むなら自分の本でやればいいのにね。めちゃくちゃ正論言うやん、突然。それはちょっと迷惑なおまじないだね。その名前の人と結ばれますようにっていうおまじないかな。どっちかってなんかもう呪いに近いけどね。でも本当に自分の本でやれよな。本に直接書き込むなら自分の本でやればいいのにね。本当にな。自分の本であれば恋のおまじないでも何でも好きに書き込んで構わないけど、一応図書館の人にも伝えたけど、ペンで書いてあったし、あれは消せないだろうな。まあ図書館の本とかたまに変な落書きとかあるけどな。けど思わずそんなことをしてしまうぐらい思いが募ってたってことなのかな。そこまでして恋を叶えたいと思うなんて以前の俺なら理解できなかった。以前の俺なら、ほう、詳しく。千秋？そうだ、もう一つ思い出した。ん？何？汚いな。これでいいかどうかはわからないけど。何これ？これ猫？君は前に犬の方が好きって言ってたけど。言ったっけそんなこと。猫の絵に触れるぐらいはいいだろ。こうやって俺がするみたいにゆっくり撫でてみて。なんでどっちか選ばないといけないんやろな。どっちも好きでいいやんな。え、ゆっくり撫でるのこれを。そうれい。よしよし。どうしたの？何してんの今。本物の猫じゃないから。あ、消えた。効果ないかもしれないけど。こうか？今のは何かのおまじない？今夜夢で君に会えますよって、なんか怖いな。そんなキャラじゃないやん。猫の目には月の魔力が封じられていて、
夢と現実を行き来できるんだって。子供の頃に読んだ本にそう書いてあった。まあアナザーマインドにそんな感じのイベントがあったからね。現実で好きな相手と一緒に猫を撫でると、その猫が夢の中に相手を連れてきてくれるとかなんとか。今夜楽しみだな。エッチだな。もう時間か。面会終了のお時間です。今日はここまでか。例の頼んだよ。うん、わかった。じゃあまたな。よくこういうゲームとかで見取り図って出てくるけど、見取り図なんてあんのかな。こんな来客がそんな来るでもないところに、なんかこう1階のさ掲示板のとことかにあったりとかはするかもしんないけど、なんかわざわざその人が持ち歩けるようなサイズにする理由はない気がするんやけどな。タモメさん、突然ですが私を叱ってもらえませんか。どうしたの。私はこれまで長い間禁煙していたのですが、部下のミスを片付けて所長の無茶ぶりに応え、問題のある収容者の扱いを考えとしていたら、ついタバコに手を出してしまいました。こら、それでも禁煙を破るのはダメですよ。意図が伝わりにくいスタンプを選んじゃったけど、まあいいや。基本的には世界各地で取材をしてるだろうけど、国や地域によって現地住まいの人間にも記事を頼んでいるんだと思うよ。うん、まあそうだろうね。生き生きした写真が多くて丁寧に作られたいい雑誌だな。読むのが楽しみだ。え、読んでないのまだ。写真だけ見たのかな。監視のとこ行こうか。とりあえず。どうしたんだ、須田。須田さん、こんにちは。おや、こんにちは。どうかしましたか。いえ、特に用はないんですが。そうですか。私には何やらあなたが物欲しそうな顔しているように見えます。物欲しそうな顔とか女の子に言うなよ。え、あなたの欲しいものは言われなくても分かっていますよ。ちょうど私にもお願いがあるんです。ここはお互いの欲しいものを交換し合うことにしましょう。は、はい。では私からはパンナコッタをお願いします。またか、サイドストーリーでも俺これやらされるのか。パンナコッタを持ってくればいいんですね。ええ。それではレシピはこちらです。生クリームをふんだんに使って濃厚に仕上げてくださいね。ではお待ちしています。なんだか押し切られた気がするけど、パンナコッタを須田さんに持っていこう。これ材料とか一から集めないといけないんじゃないの。めんどくせえな。パンナコッタって何がいるんだ。食堂に行けばいいのか。はい、すみません、反省します。叱ってもらうのもいいですが、何か別の発散方法を見つけないといけませんね。ああ、それと、できればこのやりとりはご内密に。収容者の彼が知ったら面倒なので言わんわ、別に。どういう心配だよ。いや、サイドストーリー、これ結構なんか充実してそうだな。看守詰め所になんで常にイベントあんの。なんでやねん。いらっしゃい。パンナコッタ作ってくれ。このレシピなんですけど。どれ。ああ、パンナコッタかい。懐かしいね。一時期パンナコッタがブームになったことがあってね。その時はよく作ったものさ。これなら材料が揃えればすぐに作れるから言っておくれ。パンナコッタは何がいいの。卵とかかな。いや、よく分かってないんやけど。全然違ったわ。牛乳とゼラチンとベリー、キイチゴ。牛乳、ゼラチン、キイチゴ、ね、また来てちょうだいね。はーい。牛乳寒天みたいなもんか。年寄りみたいな言い方で申し訳ないんやけど。いらっしゃい。牛乳と。また来てよ、お客さん。ついついやっちゃうんだよな。で、もう一回雑貨店行って、ゼラチンだよね。いらっしゃい。ゼラチン、ゼラチン買ったっけ。買ってないよね。牛乳買ったんだよね。で、また来てよ、お客さん。明日キイチゴ買って、スダン、いや違うな、食堂行って作ってもらって、差し入れて作るか。あ、こういうのもちゃんと進めれるんだね。あの雑誌もう読んだのかな。メールも特にないから早速送って。旅行雑誌はもう読んだ。よいしょ。いやー、スタンプのセンスは抜群やな、このゲーム。で、休息取って、で、もう一回雑貨店に行って、一回で売ってくれや、おっちゃん。いらっしゃい。分ける意味ないやろ、これ。また来てよ、お客さん。
って、食堂行って。あら、いらっしゃい。で、パンナコッタを注文して。また来てちょうだいね。パンナコッタってマジで馴染みないな。なんかプルプルプルのプリンみたいなやつだよね。ああ、ちょうど君に感想を送ろうと思ってたところだよ。本当か？興味深かった世界にはまだまだ俺が知らない面白い建造物とかが逸話があるんだなって思えたよ。同じ国でも地域や文化が違えば、地域が違えば文化や言語は違ったりするものね。そうだね。実際に見に行けたらいいね、上から。で、アイテム差し入れ。あ、間違えた、間違えた。休息、休息。全然サイドストーリー進まないんやけど。須田、パンナコッタ持ってきたぞ。須田さん、パンナコッタを持ってきました。待っていましたよ。どれ？ああ、美味しそうですね。よく冷やしてから食べることにします。お使いご苦労様でした。腹立つな。お使い。ああ。お互いに欲しいものを交換し合うという話でしたね。では。一つ思い出話を差し上げましょう。先日彼の食事にサンマの塩焼きが出たのですが、食器を回収して私は驚きました。なんと皿に何も残っていなかったんです。骨ごと食ったのか。骨どころか尻尾や頭まできれいになくなっていました。どうやら全て食べてしまったようです。うん、魚をきれいに食べる人ならよく見かけますが、全てを食べてしまう人というのは初めて見ましたね。なるほど。貴重な思い出話をありがとうございます。貴重か？千秋は何でも食べちゃうのかもしれないな。カービィじゃないんやから。メモしておこう。まあ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 、まあ、イベントが回収できるのは嬉しいんだけどね。エンドレスモードをやらなくても回収できるのは。メッセージが来てるな。できるだけいろんな国や地域に立ち寄って生の文化に触れてみたいと思うよ。俺歓迎会ほとんど興味ないんよな。ただここにいる間は想像だけで我慢するしかないな。行ってみたい国とかないもんな。で、外出はどんな感じだ。あ、喫茶店のイベントはこれおそらく多分旅行雑誌の続きなんだろうな。これ見取り図か。須田さんがサボットをじっと見ている。ああ。玉込さん、そういえばあなたの端末には散布機能がついているんでしたね。あれは監視の端末にはない機能なんですよ。へえ。え、そうなんですか。ええ。先日図書館に行った時に開発者の話を聞いたのですが、まあ説明するよりはこれを聞いていただいた方が早いですね。なんかいろんなイベントぶっ込んでくんな。いや嬉しいけど、とりあえず一緒に聞いてみましょう。こんにちは。ん？こんにちは。お、監修のどうも。あ、無視してたのか。サボットのシステム開発者はあなたでしたね。ああ、そうですけど。苦情とかなら、今忙しいから、後に。いいえ。あ、間違えた。ちょっとお聞きしたいだけです。メッセージにスタンプ機能なんて、いつの間に実装していたんですか？スタンプ機能。ああ、サボタとかのやつ。ってことは、サボタとサボミはこいつが作ったってことか？ええ。仕様が変わるなら、こちらでも把握しておく必要がありますので。スタンプ機能使いたがってる須田かわいいな。今頃気づいたんだ。あ、いや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 、これ止めなくていいやろ。もう最後まで聞かせろや。続きをお聞きになりますか。いや聞くけどさ、俺これに金払うのはやだよ。巻き戻したところから始めます。こんにちは。サボット。いいえ、メッセージに。スタンプ。ええ。私のサボットでは使えませんからね。相談員の画面が偶然目に入ったのですが、見知らぬ機能があったので驚きました。めちゃくちゃ使いたそう。私の端末では、閲覧も送信もできませんが、不具合ではありません。めっちゃ使いたそう。ああ、そうですね。仕様です。LDAP のユーザー認証を利用して機能を制限してるから。専門用語の意味は理解しかねますが、つまり監視のサボットには実装されてない機能もあるということですか。うん。いや、スタンプ機能がないのが基本システム。ただ
相談員と収容者の間でだけ使えるようにしてます。試験的にってやつです。腹から声出せ。試験的とは？別に怒ってる。もともとはつけるつもりなかったんだけど、顔見知りの相談員にすごく頼まれたから。はあ、そんな個別の要望の受付までやっているんですか。まあこいつ暇そうだからね。そういう時はまずこちらに連絡を入れてほしいものですが。怒ってるな。いや、普通はやらない。めんどくさいし、最初聞いた時もそれ必要って言ったくらいだから。でもその相談員が、文字だけのやりとりだと堅苦しくなることがあるでしょうとか、可愛いスタンプがあれば心が和むと思うのとかって言ってきて。しんのすけだな。なるほど。つまり相談員の業務の円滑化のためのものですか。では監視の端末につける予定はないということですね。めちゃくちゃ食い下がるやん。ああ、はい。相談員と収容者以外の端末につける予定はないです。腹から声出せ。僕だって送りたいの我慢してるんだから。いや、つけてほしいという意味で言ったのではないんですが。いや、つけてほしいんやろ。ひしひしと伝わるわ。あなたには送りたい相手がいるんですか。ああ、いや、まあ。それなら一度収容されてみますか。保護室というスイートルームがありますよ。マジでこいつ何考えてるのかわからんな。ああ、引きこもるのは平気だけど、ネットワークがつながってない部屋では眠れないたちなんで。何を聞かされたんだ。以上です。以上ですじゃねえわ。それ聞かしてどうしたいの。スタンプ機能にはこんな裏話があったんだ。どうせなら備品管理や事務処理の手続きも端末で楽にできるようにしてほしいものです。まあスタンプ機能自体は役に立つもののようですし、あなたも有効に活用してくださいね。欲しかったんやろな。誰に送るんやろな。これで実装してこのオムナ宛てにめっちゃ届いたら面白いよな。スタンプだけがポン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 。よし、じゃあ寝るか。今日なんかしたっけ。サイドストーリーなんかした？あ、じゃあ喫茶店だけ行って今回終わるか。少しお茶していこうかな。ふう、ついつい長居しちゃうな。落ち着く。ん？あれなんだろう？カウンターに置物がある。玉子飯さん、飲み物のおかわりはいかがですか？ありがとうございます。いただきます。あのマスター、カウンターの上にある置物は何ですか？ああ。あれはトーテムポールです。北アメリカの先住民族の彫刻なんだそうですよ。店の倉庫に眠っていたので、インテリアにならないかと思い、飾ってみました。なるほど。まだ色違いがありますので、興味があるようでしたら、一つ持っていかれますか？いいんですか？ええ。もちろん。ありがとうございます。それでは一ついただきます。かしこまりました。今、お持ちしますね。千秋に差し入れてみよう。興味を持ってくれるといいな。いよいよ変な雑貨店みたいになっちゃうよ、千秋の部屋。これ送られた側はどんな気持ちでいればいいんだろうね。俺友達からいきなりトーテムポール送られてきたらちょっとなんか複雑な気持ちになるよ。よし、じゃあ今回はここまでで終わりたいと思います。また次回。サイドストーリーはこれどうやったら進むんだ。メールとかないんよな別に。なんかもう一回寂しいって送っとくか。よし、じゃあ今回はここまでで終わって、次回またこのサイドストーリーを進めていきたいと思いますので、よかったらお付き合いください。ありがとうございました。またね。